総合馬術日本代表の大岩義明です。総合馬術には3種目ありまして、ドレッサージュ、クロスカントリー、障害馬術、これを1頭の馬で全てこなします。で、最終的に減点の少ないものが優勝ということになります。総合ではクロスカントリーが一番メインになるんですけども、まあ、長い距離10分ほど馬と走りながら水に飛び込んだり、障害物がかなりの数あります。他の種目では少し、エレガントさだったりとかっていうのが求められるんですけど、クロスカントリーはどちらかといえば、泥臭い感じですね。1頭の馬で3種目をこなすということはまんべんなくできないといけないので、お互いに分かり合うことっていうのがもう大前提にあるので、やっぱりその馬とどれだけ日頃時間を過ごしているのか、これがすごく大事ですね。コンビを組んでる馬がちょっと苦手としてる障害物ってあるんですよ。そういうのに向かっていく時っていうのは、やっぱりちょっと普通よりも気合といいますか、絶対行くぞっていうのを馬に伝えて臨むんですよね。クロスカントリーのコースは過酷なので、ゴール切った後に人馬ともにやっぱり疲れてて、そこでどのぐらい周りのチームで馬をこう助けて回復させてあげるかとか、体温を下げてあげるかとか、そういったチームワークだったりとか、そういうのもすごく魅力で、ゴール切った時の何とも言えない、ね、馬と一緒に達成したっていう喜び、やっぱりそこで世界最高峰の大会だとかでトップラスができるっていうのは、やっぱりやっていて特別な気持ちになります。僕にとって馬とは戦友です。